大ヒット漫画「釣り吉三平」の作者で漫画家の矢口貴夫さんが膵臓がんのため亡くなりました。81歳でした。矢口さんが代表を務める矢口プロダクションによりますと、矢口さんは今年5月に膵臓がんが見つかり、病気療養を続けていましたが、今月20日都内の病院で亡くなったということです。矢口さんの公式ツイッターには矢口さんの次女薫さんのコメントが掲載され、家族が見守る中、眠るように息を引き取りました。すごく辛くて苦しかったはずだけど、涙も見せず頑張りました。最後までかっこいい自慢の父でした。パパ、ありがとう。そしてお疲れ様と綴られています。葬儀はすでに近親者のみで執り行われ、後日、偲ぶ会を予定しているということです。